没の山を乗り越え我は行く。あなたは暑さでやる気が出ない。あなたは暑さでやる気が出ない。羽の物語る重さは布団同好会。バナナの皮をリバーシブルにしていきましょう。キノコは最後の栄養素を奪い合いだ。首を振らない扇風機はひまわりに突然変異。階段がつらいです。猛暑に階段つらいです。体中が老廃物で溜まっております。老廃物が充満しております。更年期障害。安い茶碗が絶品。とりあえず離れ、自宅から見る水郷さん。自宅水郷さん爆発されすぎ。家の前の電線、近所の鳥が全部逃げ、白煙。蚊に刺されながら見て、噴火。庭でうろうろし、花火をチラ見する男。庭の畑から花火を見よう。車を整理しながら花火だ。家から少しうろつけばさらに見える花火。花火と電線火。家から出たくない。花火大会区会。出たくないが花火を見たい。歩いて5秒のところから花火をただ見せよう。駐車場で座り込み、花火シルクとか。だいぶ来たし、だいぶ消えた。ガハハハ。暑い部屋は勝手に乾くぞ。歯磨きした後さらにチラ見しに来たぞ。さらに家でなんかしながらたまに花火チラ見する男くらい。でかさでお祝いというより分かりません。2階からも花火チラ見しようとする男。しかし窓ガスの方が降りなかった。ベランダから花火チラ見しようとする男。しかし家が邪魔で見えなかった。花火との角度合戦じゃ。花火との角度合戦じゃ。庭でうろうろしながら最後の一発を見逃さないぞ。終わりが近いのか。あと少し。最後らしき爆発が。これで本当に最後なのか。21,000発。21,000発か。
これが最後か。またやります。最後っぽい。最後に見たものは電線、緊張の電線。